今日は誰が主人公がわからなくなってしまう問題、まあそんな話についてちょっと小説技法の話をしていきましょう。新刊家康の選択小牧長久手大絶賛発売中、小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ。今日は何が何でも長編小説が書きたいからの抜き語りです。これは元のネタ本は概要欄にリンク貼っとくので買っといてくださいな。今日はその中で自分の作品、書き上げた自分の作品を点検してみましょうっていうところで、誰の話がわからない、物語の主人公がわからないっていうことって結構あります。まあその話です。結論を先に書くと、視点者を意識しよう、誰の視点から書くか考えてみようということです。自分の作品をチェックするとき、誰の話なのかわからないとはとても自覚しにくい症状です。確実に言えるのは、視点者が多いと読者には、つまり著者が誰の話をしたいのか伝わらないと思ってください。認知症と視点者の区別がつかないケースが結構あるので確認しましょう。認知症とは、ある動作の主体が話して聞き手、第三者のいずれであるかの区別を言い、それぞれ一人称、二人称、三人称と呼ぶという文法の用語です。視点者とは、小説の技法の用語で、誰の目から書いたものかというものです。まだ日本語として定着していない模様で、手元の辞書類には見出しとしては立てられていません。まあいずれ定着するでしょう。元は推理小説の技法で、佐野陽さんが1970年以降、推理日記で厳しく指摘しておられて、それから視点者の概念というものが知られるようになりました。推理小説の場合、誰の目から見たかというのは、ミステリーの謎解きのフェア、アンフェアに関わってきて、作品全体の質に直接関わってくる問題だからです。視点者を意識して書くと、読者からは、誰の目から見た光景が描かれたかはっきりわかる。そのため、飛躍的に読みやすくなるという利点があり、ミステリーだけではなく一般文芸でも意識されるようになりました。前述のこれ桃太郎の話を例にとってますな。これは本文読んでないとわかんないから、ここはちょっと飛ばそうね。まあおばあさんの目からして、いや視点とかはおじいさんの目からして見た視点とか、そんな話をしてます。少しすっ飛ばそうな。誰の話かわからないから派生する症状として、視点者が多いというものがあります。結論を先に書くと、ストーリーが思いつかない場合、視点者を一人に絞ると物語の謎が作りやすいということです。童話桃太郎の場合、桃太郎が生まれるまではおばあさんの一視点、つまりおばあさんがこう川でどんぶらこどんぶらこってした時に、おばあさんの目から見た桃太郎です。
で、そして桃太郎が生まれてからは桃太郎の一支点に揃えてあります。で、まあこういうふうにその支点者を分けていると、桃太郎っていうのは実は非常にテーマの分かりにくい話なんだよっていう、まあそんな話をしてあります。これは例題はちょっと音読すると長くなるのですっ飛ばしましょう。本文読んでください。ではあなたの作品を見直してみましょう。あなたの小説に支点者は何人いますか？支点者の人数は割と数えやすいと思います。支点者が複数だった場合、あなたの作品が予選落ちをして支点者が複数だった場合、支点者が多すぎるということをまず疑ってください。支点者が多くなる一番の原因は、取材不足で書くことがなくなり、支点者を変えることでとりあえず埋める、登場人物の作り込み不足で作品内の事件に対して登場人物がどう対応するのかわからなくなり、とりあえず支点者を増やして埋めるというものがほとんどです。取材不足で書くことがなくなるですとか、登場人物の作り込みが不足しているというのは極めて自覚が難しい症例です。これは別の項目で詳しく解説します。まあこれまあ本読んで。時々インターネットなどで神の視点という言葉を見かけます。ですが断言しましょう、神の視点というものなどというものはありません。支点者が多く行き当たりばったりで支点者を2点3点させすぎていて、誰の視点なのか著者自身も把握できなくなった状態というものが神の視点の正体です。支点者を多くすることによって、支点者を多くすることによる最も大きな問題は、支点者を増やすとストーリー上の謎がなくなることです。なぜ支点者を意識することが必要か？それは支点者が知らないことが作品の謎になるからです。童話桃太郎の第一章ではおばあさんの視点で描かれています。おばあさんは山に洗濯に、川に洗濯に行きました。川に洗濯に行くと、もう大きな桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきた。でおばあさんは拾って家へ持って帰って桃を割ったと。そこから桃太郎が生まれてくるというのはまあそんな話です。で、この桃太郎の第一章というのはおばあさんの視点で描かれている。おばあさんにとっての謎というのは、拾った桃の中身がわからないという、そういう謎があります。それからおばあさんの謎、もう一つの謎は、おじいさんとおばあさん二人で住んでいた。そして二人で子供がいないまま、おじいさんと二人だけになって朽ち果てていく老後の人生の先行きの不安というのが、それがもう一つの謎です。で、こうよくやらかす支点者をいろいろ出す人の失敗っていうのはどういう失敗なのかというと、この桃太郎の第一章の部分で、桃太郎がどんぶらこ、桃にがどんぶらこどんぶらこと流れていくときに、桃の中で待っている桃太郎の視点っていう、そこが入ってしまう。まあそういうことよくやるんだよね、実は。皆さん自覚してないだけで。
その視点を加えてしまうと物語ってしっちゃがめっちゃがになっちゃうよねっていうことが分かりますでしょうかということです。ということで、あなたの小説のストーリーがぐちゃぐちゃなのかよく分かんない場合には視点者を一人に絞ってみましょうと、まあそういうような話です。今日はこう本を読んでる部分が少し長かったな。まあこれでだいたい時間いっぱいだね。これ文章で書いてあるやつだからさ、聞いてもわかんないよね。僕も喋り方下手だし。まあ興味を持ったら本の方を読んでくださいな。概要欄にリンクを貼っておきます。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩症や横溝摂症、織物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組へのお便りご質問を募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎のパコパコラジオ、そんなところで、ではではでは。